北京郵電大学は中華人民共和国の北京市会を独に所在する国家重点大学である。開学は1955年である。得意分野である情報通信のほか様々な学科が揃う中国の国立総合大学である。通称北悠。天津大学電気通信学部、電信電話コミュニケーション学科、無線通信学科と 中慶大学電信電話コミュニケーション学科を母体として、前身の北京有電学院が開学する。1986年より留学生の受け入れ開始。中国の情報通信分野で最先端を行く、研究を行う場所と自称するとおり、影響力のある工学部を持つ大学の一つ。中国の大手通信企業や外資 IT 企業などでの 就職力が相当強いと評されている。中国通信 IT 企業で管理職を担当している。卒業生が一番多いという噂がある。かつて中国政府の通信部門に所属していたため、国家事業としての通信学科の発展に最も寄与した大学という自負を持つ。現在でも中国政府の電気通信部署で管理職やコンサルタントとして活躍している。 卒業生を排出している。しかし、電気通信を特徴としているため、他の分野では、実績が少ない上大学総合ランキングでは上位に上がらず、海外での認知度が低いという問題がある。その一方、国内での就職力が強いため、人気の面では、難関大学である。中国全国統一選考による、統計平均ランキングはかつて15から25位と、言われているが、 南部地方では後編者の学生にあまり変われないのが実情である。卒業生は日本の通信 IT 業界でも認知されつつあり、日本の大手 IT 企業に採用される学生も少なくない。北京有田大学、ありがとうございます。